ダークギャザリング。メインのこの目のデザイン中身。ほんとドクロみたいな目。よくできてるよね。でもまあ話はよくある幽霊ものっぽいので、あまり期待はできなさそうです。にしても公衆電話とか、もうほとんど撤去されてそう。って思っちゃったね。以上、幽霊アニメのお話でした。